こんにちは、ゆうです。パズドラのパズドラのお時間です。今日は無課金サブ赤、闇属性縛りのチョロやっていきたいと思います。このねアカウントね、式神ガチャとか全然もう動画にしてなかったんで、はい、いや、まあ、撮ったんですけど、ちょっとね、もう、編集のタイミング見失って、編集してませんでした。で、式神がどんな状態か、ちょっとお知らせしたいと思います。こんな感じなんですよ。ユーラーと、一応、で、10日が、星7確定以上やったっけ？で、出たんですよ。はい。まあ、僕はその、闇属性に、進化後、変身後が闇属性だったら、この、オッケーともう定めてるんで、ちょっとガバガバなんで、そこら辺。はい。そこら辺はね、ちょっと今後使わせていただくかもしれません。はい。で、今日はですね、今の撮影時点で、テニスのおじさま来てるんで、テニスのおじさまね、闇属性が徳川和也くんっていうのがね、まあ、いるわけですよ。はい。まあ、ここをね、っていう感じなんですよね。ちょっとね、ここが最前線張れるかって言われると、ちょっとやっぱり微妙なとこなんで、ちょっと式神聞こうかなって思ってます。今から。はい。このアカウント、長老アカウント、式神ガチャ動画に、ちゃんとしてなかったんで、今度こそちゃんと動画にするんで、はい。引いていこうかなと思います。で、まずは無料ガチャ、無料ね、まあ、テニスの王様、たしなもうと思ってます。では、開催記念。クリア報酬からか、これまた。はい。もう、称号チャレンジの方のね、テニスの王様の、ガチャ、めちゃくちゃ気合入ってて、BGM とかね、アニメのオープニングとか、あとキャラソンのね、やつが流れてて、ボス戦なんか、すごくね、僕的にはもう、音聞いて、スタミナ消費さえなければ、何回でも楽しみたいな、これ無料やんな。ですよね、メールから。これで徳が出たら完璧なんす。マジでこっち出るか。こっち出るか。闇属性で縛っちゃってる方で、無料から、手塚部長出るか。マジかよ。でも武器めっちゃ強いからね、この手塚部長の武器。はい。マジか、それ、芝居の丸出て欲しかったな。じゃあ、クリア報酬、行きましょうか。はい。僕、実は、昔ね、キャラソンの CD 買ったことあって、テニスの王子様。それぐらい好きだったんですよね。これね、シシド、読めなかった。すっごい、ライジングショットっていう、もう、打球が跳ねた瞬間ポーンって打つから、だから打球速度がめっちゃ速くて、相手からしたら打った瞬間返ってくるみたいな感じの、打ち方を極めはったんですよね。うん、さあ、それでは、ユーザー情報、購入歴、ムラハイム19個です。はい。ですね。はい。で、まあ、式神をね、式神使いとあやかしフェス弾いていきたいんですけど、まあ、ね、このヘラルナとか、見影もちろん見影狙うんですけど、まあ、ローコが一番のターゲットですね。はい。ターゲット。ネイとか、無骨とか、本当にね、優秀な闇属性キャラが多いんで、はい。まあ、このタイミングでね、次のラインナップ変わってからでもいいかもしれないんですけど、まあ、そろそろ僕もその、動画用に置いとくのも、もう我慢の限界っていうことで、はい。引き立っちゃわない。はい。ということで、式神、あやかしガチャ。ほんまにガチャ動画ばっかり申し訳ないんですけど、ちょっとね、ちょっとごめんなさい、そこは。っていうかね、今持ってるキャラじゃクリアできないんです、クリア。クエストが。そこで、最初のキャラをね、ゲットしたいところですね。はい。まあ、そうですよね。ちゃんと闇属性ね、マクガフやって、マクガフ、あれ、去年までヤクルトの抑えやった人や。2回目、よし。ちょっと攻めて、ダイヤから。ダイヤからよっしゃー来たんちゃうこれ。来たんちゃう見影か。ローコ。もうローコでよ。ローコでよ。見る目。またそこ。またね、そこはね、ちょっと闇属性縛ってるアカウントに限ってね、こういうこと起きちゃうよね。やっぱどうしても。ちょっとね。じゃあラスト行きましょうか。ラスト。
もう未開かローコを狙い撃っていきたいと思います。はい、ダイヤからスタートしよう。まずはダイヤから、ダイヤが出るとこから、よしよし来い、ローコ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 、うわそう、うまくいかんか。ことごとく闇出えへんね、ほんまに。こんな感じ。それでは結果見ていきましょうか。はい、こちらが上から順にね、入手にしてあるんで、はい、上から順、丸い文卓、手塚部長、指導は氷帝学園のこと、指導なんですよ。で、閣下部、龍明、プリシラ、はい、こんな感じでございました。いやー、見影欲しいな。ちょっとね、もう、ま、環境に追いつくにはね、闇属性の強カラをね、強カラちゃうわ。強カラはそれず、辛さの度合いや。はい、強キャラをね、はい、もうゲットしたいとこなんですけど。出ないね。なかなかうまくいかへんね。まあ、それもね。まあ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 、頑張ってね、なんとか工夫してね、今あるね、手持ちで、クエストクリアして、またがっつり引こうか。はい、まあ、きれいね。それでは、最後にご視聴いただきありがとうございました。この辺でね、お開きにしたいと思います。よかったらね、この動画良かったよという方、チャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。まあ、長老がアカウントだから、もうガチャ動画専門、まあ、芝居丸もね、今んとこガチャ動画専門みたいになってますけど、ちゃんとクエストも挑戦して動画にして収めたいと思ってますんで、楽しみにお待ちください。それではね、また次回お会いしましょう。